ランチ代ぐらいの感覚で手軽だなっていうのは思います。やっぱり自分の中で投資とかをされる方ってすごい大人の方がやるイメージがどうしてもあって、何からやったらいいんですか？ご自身を好きなこと、好きな商品があったらその会社ってどういうふうになっているのか調べてみて、もしその企業が上場していて事業展開しているということであれば十分投資していいと思います。映画がすごく好きなので映画館に足を運んだり DVD とかブルーレイが出たらそれを買う。投資も考え方的に同じなんですよね。根本にある考え方っていうのは応援なんですよ。自分が好きな企業、信じられる企業に対して応援という形でお金を渡します。そんな難しく考えなくていいんだなって。株を買うってなると企業にもよるんですけども、一株10万円かかったりだとか25万円かかったりとか、そのぐらいの大きな額になってくるんですけども、初心者の方々が始めやすい仕組みとしてはですね、買い付けることができる最初の金額というのが1000円ということで、非常にハードルが低いものにはなってます。買った分をもう一回売却しなきゃいけないという必要性が出てきた時にも手数料がかからないという特徴がありますので、自分の資産の形成状況とかそういうものも踏まえながら柔軟に変えていくことができると。始めるのにすごいお金を用意しなきゃいけないんじゃないかっていうイメージが多分あると思うので、ランチ代ぐらいの感覚で手軽だなっていうのは思います。